ちなみにジュリさん、ジュリさん、失敗を引きずらないっておっしゃってましたけども、いい方に解釈して、それ、競技が変わってもそこは変わらないですか？変わらないです。特にソフトボールよりも今のやってる冬の競技の方が心の動きが激しいともうブレブレになる性質あるんですよ。ここ本当に、まあ、個人競技っていうのもあるんですけど、でも本当にこのスケルトンもそうなんですけど、ちょっとした動きで操作してされてしまうっていう競技のものだと、心の揺れ動きがやっぱりあると、迷いがあるとダメなのでっていうのがすごく感じます。なので、でも一本の失敗して次またやらないといけないけど、切り替えてやらないといけないので、もうそこで失敗をどうプラスにしていくかっていうのはすごくトレーニングになりました。特に今回は。次までどうされます？今回の世界選手権、ナチュラルリュージュで世界選手権出られて、この経験は次、どういう形になっていくんですか、次は。いや、次？いや、来年、来次の。年、次のシーズン、次のシーズン。ちょっと次のシーズンは、もう、今回の、私が世界選手権に出るっていうのが、世に知らしめるために大事なものだったので、次はどうするかっていうのは、ちょっとこれからなんですね。スポンサー関係もあるんですけど、だからそこはちょっとまた違うんですけど、今度そっちの指導者、経験をして指導者がもう日本に私ともう一人人がいないので、スケルトン、そのナチュラルリュージュを経験している子が二人しかいないので、そこはまたちょっと変わってくるんですけなるほどね。でど。もこの、本当にこの動き、じゃその、切り替えるっていうのはそういうところがやっぱり、ピッチャーで培ったものが今回出てるのは確かだなって思います。スケルトンになった時に。ステリュージュ、ナチュラルリュージュの時も同じかな。じゃあ、ピッチャーの時って1日何球ぐらい練習で投げてました？いや、私あんま投げないんですよ。少ないです。100球以内ですかね。そういうの100じ試ゃ合ない。の。え？それでも100じゃないですか。で、スケルトンの時って、なんか4本くらいでもアップアップとかおっしゃってました。8本、午前8本、午後8本、4本とか。本当はやっちゃいけないよね。あんまねりできない。え。でき本当ないだっですたよら、ね。2本か3本ぐらいしかできない。で、まあ、世界選手権も、試合で、まあ、ファイナル行けば4本だけれども、3本って決まってて、1日2本なんですよ。ねえ、そうすると、ソフトボールの時だったら、じゃあ次こうやってみようかな、次こうやってみようかなとかで経験を積み重ねの仕方が、アイデア出やすいと思うんですけども、トライもしやすいと思うんですけども、こんだけトライできる回数が少ないってなってくると、より経験が大事になってくる気がするんですけども、そこをどういうふうに、じゃあ次こういうふうに、ここをあれもこれも修正できないですよね。そのでだきけのない本です。の中で。ねえ。まあ、スタートというゴールなんで、は練習、その途中から、まあ、途中から滑走はできますけど、スピードが違ってくると、ターンするタイミングとかも変わってくい。るから、まあ、スタートとゴールでどのぐらいできるかなって。そうすると、どういうふうに経験を積んでいく、積む過程もすごい限られてるわけじゃないですか。まあ、そうなんですけど、まあ、まあ、それはもう練習で積み重ねるしかないのと、心の動きっていうのは、ナチュラルリュージュだけじゃなくても、常に同じ動きだと思うんですよね。そこを、なんていうの、自分の心がこう、練習不足だったりすると、消化されてないと、やっぱり動く、すごい動くじゃないですか、心が。これやっとけば、やんないといけなかったのにやってないで試合出ちゃった、みたいな。そうなるとマイナスで、こう、あんまりいい滑走できなかったり、ピッチングも同じだと思うんです
だからそこを払拭するようにしないといけないのかなと。だから練習、なんていうんだ、難しいですね。その、次につなげるって。で、こうしとけばよかったなっていうのが、なくないようにするっていうのは理想だと思うんですけども、そんだけ練習でも、滑走できる回数が少ないと、できないままのことって多い気がするんです。もちろん多いです。ですよ多いですね。けど、その中で自分ができることをプラスに考えて進めていかないと、ずっとマイナスマイナスマイナスって思ってると余計ぶらつくので、これができたからいけるっていうふうに思うように、こう自分のこのコントロールするっていうのはすごく大事。なるほど。だからプラス思考になってるっていうのはかなっていう。引かな、あのマイナスばっかり考えないでプラスを見るようにするっていうのはそういうところも出てると思なるほど。う。じゃ、ちなみに、日本でも、海外でも、冬の競技の方で、引きずっちゃうタイプの人だけども強い人っているんですか？いや、いないんじゃない？いないんだ。いないんだ。なるほど。いないんじゃない？だってわかんない。それはちょっと聞いてみないとわかんないけど。やっぱ不安要素を持ってプレイしてると、やっぱりそこが出てくるじゃない。どうしたって。と思うんですよね。だからそれが、わかりやすいのがそのタイム競技、冬のそのソリだったりするのはタイム競技とかは目に見えてわかる。ソフトボールとか、まあ、一球とかそう、細かく見れば分かりやすいけど、心の気が、こうピンチな時にその心の気がやっぱり見やすいのは確かだと見える。まあ、外からも見やすいとは思うけれども、大まかに見たら、そう、球技だとちょっと分かりにくいところもあると思う。見えないところが多いかなと思う。結果が、自分がダメかなと思っても、なんかうまくいっちゃったこともあれば、いけいけと思ったダーツが、相手が素晴らしいってこともありますからね。やっぱ団体だと周りが助けてくれるので、自分がマイナスだと思っても、周りがこうサポートしてくれてるっていうのはすごくあるので、見えないところ。そこの経験は、マイナスにならなかったんですか？今まで仲間がいたのが、いなくなっちゃった。バックがいないって、自分だけっていうところは。そう、だからもう自分でしかないから、結構そこは、まあでもピッチャーだから、まあ、あんま変わんないかな。周りはいなくなったけど、もうその考え方はピッチャーと変わんないんじゃないかな。なるほど。そう、練習も一人だし、何すいるのも一人だから。や、興味深い話ありがとうございました。なかなか聞けない話です。